はい、高橋丈太郎でございます。ですね、まあ、前回はですね、ちょっとお金の話を、してですね、ちょっともっとなんかいっぱい喋れそうな気がするんですけれども、今回はですね、まあ常識っていう言葉があるんですけれども、それをですね全部捨てた方がいいですよね。もう当たり前なんですけども、はい。それでですね、そんなことありえないとかですね、そんなことありえないとかですね、そんなことできるわけがないとかですね、そういうことですね。で、そういうのはですね、もう、そう思うとですね、終わるのでですね、そんなことですね、ありえるんですよね。そんなことありえるっていうことですね。ありえるんです。何でもですね。これで、そんなことありえると、そんなことできるんですよね。そんなことできるんですよね。そんなことはできるんですよ。そういう時代に入ってんですよ。うん、何でもですね。で、あとはもう無限なのでですね、いろいろですね、お調べていただいたりお考えいただければよろしいかなと思うので、何がどうなってもですね、おかしくないんですよね。そんなことできるわけがないっていうことがですね、どんどんできるようになってるわけでございますね。はい。だからできるのでですね、できるわけでございますね。はい。できるんですよ。それ何がどこまでできるか分かりませんけど、できるわけですね。いろんなことがですね。できないとされていたものができるわけでございます。はい。はい、このぐらいでいかがでしょうか。はい。ありがとうございました。失礼します。